美咲さん今めちゃくちゃ叩かれてるじゃないですか。また青汁劇場か、うんまあ、金のないフリーか、こじきかと、うん、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。美咲社長を救えってことで。はい、ありがとうございました。おかげさまで先日林さんとあと光さんにも宣伝してもらって、顧問制度を、今かなり申し込みがなんとか。あの料金体系でよく来ました、ね。さすが美咲さん。今日は株価は下がったんですけど、なんとかそっちの方で収益が立つと思ってまだ生き延びてます。結構ガチです。今日も下がってる。今日は本当ちょっとですけど下がりました。じゃあ会社の運転資金まだ取り返せてない。10月末の支払いはどうしようかなっていうのが変わってもらいませんね。でもあの通販のトラでも出させてもらってですね、うんまあ、かなりいい回になって、うん、それももう今度が出てる頃に応援されてるかされてないかと思うんですけど、うん、他は皆さんの力添えで本当に少しずつ、まあ、状況を好転しつつあるんですけどね、まだまだやっぱ、ね、生活が困っててピンチで、そんな時に使うものとして用途として合ってるかわからないんですが、はい、まあ美咲さんフィナンシェもありなんじゃないかなと思って、ねまあ、第1弾は顧問で、まあ、少し助けていただいてフィナンシェということで、まあ、林さんがやってきたものを僕はちょっと踏襲してる感じですね。確かに、はい、ね、あの口座が残高がない芸から踏襲していただいて、ね、いや本当ですからね、うん、けどまあフィナンシェやろうっていうふうに、まあ、なったんですけど、うん、いまいちそのフィナンシェのことも深く分かってなくて、多分視聴者の方もフィナンシェって何ぞやって方が多いと思うんで、ね、そして桑田さんもね、はい、フィナンシェの理解をちょっと深めたいですもんね。そうですね、はい、まあ、僕も通販の虎でちょっとやってみたいなって思ってたんで、はい、期待、はい、うん、というわけで今日フィナンシェの山田さんお越しいただいたんで、はい、お願いします。フィナンシェの初級講習編みたいな形で ね確かにこれからやりたいって人もいるかもしれないですからね、うん、そうですね、最近すごいお問い合わせが多いですね、最近、はい、いやけどまず前提としてこうやって生活が苦しいからフィナンシェってありなんですか。テーマさえしっかりしてれば、はい、なるほど。あとは本来、まあ、クラファンというか応援するアイテムというか、うん、そういう応援の証みたいなアイテムですよね。そうですね、はい、ということはまさに一番応援されたい時期なんですよね。そうですね、うん、生活っていうよりももう支払いに困ってる生活に困ってる人、支払いに困ってる人なんですか。困っちゃいないんだけど、うん、まあ困る前にもっとでかくしときたい、保険を使う前にこのトークンで集まったお金が美咲さんの場合この支払いに当てられちゃうっていうと、このトークは良くないかもしれない。というよりはまあ何か応援、みんなで応援できるようなものを準備できるといいなと、まあ、プロジェクトで、はい、でもそうですね、けど逆に支払いに当てるって先に宣言しちゃって、はい、でも美咲さんとこうやって会えたりとか、うん、トークショーが聞けるとか、うん、なんか例えば本当にこの家賃9万円の家を見に行けるとか、そういう参加できるようなイベントとかにすれば別に何も問題はないんじゃないかな、どうかな。美咲さんの人生ごとプロジェクトにするみたいな、美咲トークっていう形であれば、そうだよね、美咲は支払いですけど、ゆくゆくはいろんな美咲さんのやることに対して応援できますっていう、こっちはいいかなと。僕今トピックで言うと、まあ、名先の支払いが困ってる、でもそれを乗り越えた暁にはその株はどうなるか分かんないので置いといたとして、事業で稼ごうと真剣に思ってるんですよ、うんうん、で、まあ、この間通販トラでも言ったんですけど、僕がもともとやった通販会社が10分の1の売り上げになっちゃったと、うん、そこは来年多分伸びると思ってるんです、うん、なんでかというと僕が真剣にやるから、うん、結構伸びると思ってます、うん、そこにで出る新しい商品とかはなんか価値として提供できるのかなっていうのと、あとまあバイクの会社もやってるんで、はい、ただバイクの会社まだまだ先だと思うんで、うん、今一番僕が輝けるとしたらやっぱり通販でもう一回輝く、まあ、来年結構自信はありますね。ここに見据えて、うん、まあ、まずはその最初の支払いの部分みんなで応援して、うん、そこの来年の通販をまあより伸ばすために、はい、今土台をみんなで作りましょうみたいな感じがいいかもしれないですね、はい、ただ一応法的なところで言うとその支払いに当てるのはいいんでしょ。一応ホームチェックはしてるんですけど、ホームチェックはしてるんですけど、はい、多分正直に言えばよくて、でそこで乗り切ったらそのお金を取り戻してなんていうかな、また事業の資金に当てて、うんうんうん、そのうまくいった事業の中から生まれたサービスを皆さんに提供したり、はい、まあ、まあ僕の場合は利益の一部をトークンを買い支えることに使いますっていうふうに言ってるんですけど、うん、それはでもいいかもしれないですね、うん、僕も
本当にまだ夢物語になっちゃうかもしれないですけど、来年は伸びると思うんですよ、通販、うん、だから逆に僕も、もともと、まあ、ピークはですよ、今過去との栄光ですけど、42億で出した男なんで、過去実績です、はい、うん、もしかしたらじゃあそれぐらい同じ風にできたら東急に一部開催されたりとかできますもんね、うん、僕もできます、うん、私、あの美咲さん今めちゃくちゃ叩かれてるじゃないですか、また青汁劇場から、うん、まあ、金のないフリーか、こじきかと、うん、って言ってる時に、いや、美咲さんは絶対これから復活するって思ってる人が買ってくれるようなトーク、うん、あー、いいですね、で今の時期、苦しい時を応援してくれた人がね、それでもし美咲さんが来年とか数年後お金持ちになったら、うん、この時期を支えてくれた人ってめっちゃありがとう、めっちゃありがとうですって思うから、はい、美咲さん結構そういう人を今大切にしてるイメージ、はい、ずっと、はい、美咲さんの SNS を見てたから、はい、だから本当に困ってるから支払いとかで使っちゃうんだけど、何かうまくいって逆転した暁には何か還元しますから、うんうん、ただ美咲さんここで終わっちゃう可能性もあると思って、なくなってもいいお金でやってねっていうのをその保険だけは、うん、そこだけは本当に分かんないですから、僕より今鉄板詰まっても今日僕来ましたからね、うんうん、山田さんいかがでしょうか、そういうトークは。あ、でもぜひやりたいですね、うん、なんなら今が一番いいかなと思ってて、うん、まあ、要はちょっと言い方悪いですけど、ちょっと、まあ、あのタイミング的にはそこに当たるんですかね、今タイミングが、うん、まあそこだと信じたいとかですね、まあそこまだ見るとそこに当たるで、このタイミングで、まあ、みんなに応援してもらって一緒に上がっていけるっていうのは、うん、結構このトークンの思想としても合ってるので、うん、まあ、応援した結果そのプロジェクトがどんどん盛り上がって応援した人にも還元されるかもしれないみたいなところは、うん、すごい思想と合ってるので、うん、結構タイミング的にもいいですし、まあ、その美咲さんその通販もありますし、なんかバイクとかいろんなことをされてるので、はい、なんか将来的にそこをトークを持ってるとそこにつなげていけるみたいな感じでできると、うん、なんか持ってる側も楽しいかなっていうのは思います。はい、でも一個分からないのが、じゃあ本当助けてくださいって言って、まあ、皆さんにじゃあトークンを買っていただくのはイメージできるんですけど、ただ価値を還元しないといけないと思ってて、うん、まあ、ただもらうだけだと本気みたいな感じになるのが今良くないと思うので、どういうふうな価値をズバリ提供できるでしょうか。あ、でも何個かあって、一個はまあ事業と紐付けてるっていうのは多いですね。うん、あの林さんもそうなんですけど、はい、まあ、例えばトークン持ってると、まあ、フランチャイズ先のサービスをお得に受けられるみたいなのがあると、うん、例えば100トークン持ってると受けられるみたいな感じですけど、みんな50トークンしか持ってない人はマーケットで50トークン分買って、まあ、その分価値が上がるみたいな、うん、なんかそういう構造になるので、そういう特典を準備するっていうのが、あ、そういうことね。そうですね。一つと、あとは、まあ、美咲さんと会えるとか、うん、まあ、オンラインであの復会ができるっていうのも十分価値になると思うので、はい、まあ、その場でちょっと今こういう状況ですみたいなのが見せられると、そのなんか回復過程も見れるっていうので、はい、変動する会員権っていう感じなんですか。あ、イメージそれに近いです。おー、そうなん。その1000トークン分持ってたら1000トークン分の何かが受けられる、うん、1万トークン分持ってたらさらに何か受けられるみたいなのが大きな気がします。で、はい、それを売却できるんですよね。売却一人いましたよね、なんかね、しょうもないやつが売却して大暴落させるっていう、はい、うん、会員がいましたよねフランチャイズトークンの場合は、初めの600万円分のトークンを買ってくれた方にはフランチャイズチャンネルの後ろで広告として看板出しますよね。おー、なので広告費ですよっていうことですね。なんですけど広告にもなってるし、その時にこのフランチャイズトークンが値上がりしてれば、うん、広告出してたのに儲かっちゃったじゃんってこともあるかもしれないですよ。なんで、まあ、例えば美咲さんファンクラブって言って、うん、月に1回会えるって言ったら別に1万円でも5万円でも普通に取っていいと思いません？仮にみんなで月に1回会えるって言って5万円って言ったらね、美咲さんだったら別に普通だと思うんです。だって僕たちでみんなの願いが叶うから50万か100万取ってるんだから5万円普通じゃないですか。ってことは60万円分のトークンを買ってくれた人は美咲さんファンクラブっていうことで、月に1回オフ会に参加できる権利がありますよって言ったら60万円もらって、それでその分の価値を提供してるから別に何も問題ないんです。なるほど、なるほど。なのにその3年後にもっと美咲さんのファンクラブがもう行列できちゃって、うん、トークンがどんどん値上がりする可能性があるわけですよ、うん、その時に上がってたらファンクラブとしても1年間会えたのに3年後
トークン上がって儲かっちゃったってこともあるかもしれないし、半額になってたとしても30万円返ってきた。ああ、ゼロにはなんないですね。そう、まあまあ10分の1の6万円なんで、だからそんなにクレームになりようがないんですよ。例えばじゃあそれで、まあ、なんか何かの特典を、うん、お渡しして、うん、トークンをで例えばじゃあなんかじゃあ会うでもなんかコンサルでもいいもらうじゃないですか、うん、そのもらったトークンはどこに行っちゃうんですか。あ、トークンはもらわないんです。もう保有してるだけで権利を持ってるっていう。ああ、じゃあ使い捨てじゃないのか。そうなんですよ。会う権利をトークンを消費しない。しないです。持ってる限りは一生会えるってこと。まあ、そこはあの特典設計次第で一生でいいですし、例えば年間に1回のみとか。ああ、そういうことね。そこも結構会員権に近いしそうではない。確かに、うん、だから逆に詐欺なんじゃないかなっていう仕組みでだってファンクラブ代表が60万払ったら60万円分のトークもらえて、うん、そんで3年後に売ったら別に10分の1になってても3倍になってても別にいいじゃんって60万本ってます、うん、だから、うん、そのサービスを買ったと思ってもらって、そうもうだからな、もうトークンとかじゃなくてゼロになったと思ってもらって、まあ、忘れた頃にすごい上がるかもしれないみたいな、ね、うん、そう だけどこういうトークン設計にしてるからであって、実はそのなんていうかな、60万円で年1回しか会えない。だってトークン買ってんだから別に1回でもいいでしょっていう設計もできるし、うんうんうん、ただ美咲トークンっていうだけでただ会えないよ、美咲さんの応援の気持ちだよっていう設計もなるほど。だけど一番クレームが少ないのは、まあ、ほぼその価値と一緒だよねっていうトークンを発行しちゃえば、まあ、何も問題ないと思う。ちなみにじゃあ林さんのところで言うとどういう設計なの。そうなんですよ、実は僕のは広告費とかなんで、あの、まあ、一応そうなんだけど、あと個人で買った人たちっていうのはそこまでまだね価値提供できてないから、そのクレーム来る可能性がある設計ですよ、僕の場合は。だけど、その代わり事業をしっかりやって、うん、その出た収益で買い支えますよっていうところが還元ポイント。ああ、なるほどね。うん、え、あ、じゃあ買い戻すってことですか、林さん自身が。そのトークンを、まあ、出た収益で一定数買おうと思ってます。だから、今、1億円集まりました、はい、僕手元に手数料引いて8000万ですね。はい、じゃあ、1000万円でできるフランチャイズ8件加盟するわけですよ、例えば。はいはいはい、そんで今年4000万儲かりました、うん、じゃあそのうち、まあ、例えば1000万とか500万でこのトークン買うとかね、はい、そういうことすればあんまり値下がりがしないんじゃないっていう実態があるでしょっていう。そっか、うん、じゃあデフォルトが100スタートだったとして、じゃあ仮に30まで落ち込んじゃったとしても、林さんが買いさせることで70まで回復するかもしれないので、逆にこっち側からすると100の状態では買い支えないで、うん、落ちたところで買い支えるっていうのでもいいですもんね、救済みたいな。まあ、まあ、確かにクラファンにトークンがついてるって考え方が一番わかりやすいんだよね、フィナンシャルって。クラファンで、あの、払ってなんか握手ができるとかイベントに参加できる券がもらえるプラストークンがあるわけです。クラファンって別に会社のなんだろうな、その利益で一部この買い支えるトークンは何もないでしょ。だから初めて世界中で実体のあるトークンらしいんですよ、僕の。そんなの思いつく人がいなかったみたいで。ああ、そうなんですか。もともとビジネス系の、コミュニティっていうのがあんまりなくて、なんかフットサルの知人がフットサル場とか、 なんかフットサルのチームとかでやってるとは聞いたことある。そうです、あの結構スポーツチームが多かったので、まあ、基本的には5000円分のユニフォームを売ってユニフォームももらえるしトークンももらえる、うん、でもしかしたらファンが増えるとトークンの価格も上がるかもみたいな、まあ、それがメインだったんですけど、まあ、林さんからそういうビジネスと紐付いてるのが出てきて、うん、まあ、収益が出たら一部買い支えるっていうのは、まあ、新しい取り組みとして、なんか銀行っぽいですね。それは法的にも OK なんですもんね。 OK です。あのトークンの会員の特典みたいなのは株主優待にめちゃくちゃ似てますよ。でもそうですね、株っていうところもある、イメージ近いです。でも株とここが明確に違うみたいなのあるんですか。そもそもこのフィナンシェ内のトークンはフィナンシェ内でしか売買できないので、うん、そこが一番違います。株はもう世の中どこでも買ったり売ったり、現金がすぐできたりするんですけど、それが一番違います。はい、なるほど。フィナンシェのトークンが仮想通貨になって IEO したらしいんですよ。このフィナンシェを作った国光さんというね、はい、グミという会社を作った人なんですけど、僕もコラボしたことあります。あ、ありますか。はい、国光さんがあれなんですよ、上場もしたことあるし IEO もしたことあるっていう世界で一人の人なんです。はい、なのでフィナンシェトークンが、まあ、ちゃんと実態があると、うん、まあいいということでコインチェックに IEO したんだよね。そうです、すごい、はい、コインチェックに IEO したんですか。そうです。なので
実はですね、このフランチャイズトークンも頑張って、IEO を目指して、そうです。そしたら、まあ、IEO を目指してるのがあるんですね。それで、まあ、コインチェックとかに上がれても嬉しいですし、うん、あとバイナンスとか、うん、世界の市場に行ったらね、そう行ったらとんでもないとんでもないですよ、なので、そうするとそのトークンをもともと持ってた人に、まあ、ここがね正確に言うと難しいんですけど、割り当てられるという交換してくできる、初めから応援しててくれてありがとうと、うんうん、そうすると何十倍何百倍になる可能性もあると。あ、それすごいっすね、うん、なのでうちの秘書多いけど、ここのカメラマンの、赤坂さんはもうなけなしのお金を集めて、うん、一口600万だったから、うん、4人で150万で突っ込んだんです。すごい。そして今一応まあ大体の10倍ぐらいになってるから、え、あの僕の林さんのがですか。そう、え、じゃあ最初林さんの600万一つ買った人は6000万になってるってことですか。まあ5000万が6000万だけど、持ってる人が少ないから一人が5000万と6000万売っちゃうと結構下がっちゃう。あ、だ結構、まあ、そこがまだね、持ってる人が少ないの。そうそうそう、え、誰が売ったかは分かるの。分かります。あいつ売ったなってなるわけね。一応あの、まあ、情報的には外から見れないんですけど、一応関係者の方はあの、まあ、そうっすよね、さすがに、はい、あ、そうだよね。で、さっき話、あの売り抜けたやつがいたんでしょって話は、本当に僕の身近な人で、すごい上がった瞬間に売り抜けたやつね。三原っていうあの、あ、うん、あのあれの、そう、あれあれ、あのツイッターによく出てくる、そうそうそう、支え抱えたとか言ってる、そうそうそう、あいつがね、やったんですか。いや、しかもさ、僕がかなり会社の面倒見てるもんね。あ、ほとんどあの儲かった金、俺の金みたいなもんなのに、その金で仮想、ね、このトークン突っ込んで上がった瞬間を見抜けて、最低なやつだったんだ。それは林さんにバレないと思ってやったんですか。まあそうですね。なるほどね。で、それで時価総額がいくらからいくら下がったんだっけ。10億から5億ぐらいまで。えぐいよ。だけど三原ショックで、そうだけど、1人売り抜けてこんな下がるんだなとは僕も勉強になりました。あ、うん、1人売ってみんなも売ったから、それで信用不安が起きたからこんな感じになってるね。なるほど、なるほどね。1人だけでもそこまでは下がらないと思うんですよね。じゃあみんな連鎖的に三原ショックみたいな感じでわーわーわーってなったわけですね。ああ、それはひどいね。今ね、狭い世界でとんでもないことが起きてる。で、それで本当にね、5億円吹き飛んだから、時価総額、もうもう。で、だけ今それを回復してるんで、良、うん、かったなって話ですね。で、三原君はすぐあの、あ、大変なことをしてしまったなということで、すぐ買い戻しました。下げて買い戻した。ちょっと得してそうだよ、これ。確かに、うん、そうかもしれない、わかんないけど。そんなことがありました。だから、まあそういう問題点もあるんですけど。なるほどね。はい、そういうこともあるということを皆さんご理解ください。じゃあやっぱこれ一般のエンドユーザーの方に売るんではなくて、やっぱ起業家とかそういう方に始まった方がいいんですか。両方できます。林さんの場合は9割が法人とか関係者の方で1割が一般の方だったんですけど、そこの割合は半々のやつもあれば長さんとかもあったりはしますね。ユータはどっちがいいですかね。いや、僕は法人がいいかなって思います。まあね、個人はやっぱそういわゆるこう投機的に売っちゃったりする人も多いと思うんで、はい、法人の方が相性いいかなって。そうです、個人の割合下げて一口当たりも大体3000とか5000とか1万円ぐらいなので、うん、はい、そのぐらいでやるといいかなと。結構けど美咲さんも仮想通貨とか詳しいですよね。いやでも投資センスないですよ。こうなったし、うん、僕がねちょっと初めてなんだかこの界隈で一番の IE を目指したいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ美咲さんやっぱ知名度もあるし先に行っちゃうんじゃないのっていう気もしますけどね。問題はやっぱ何を提供できるかですよね、うん、結局のところ、うん、そこにつけるかなってちょっと思いました。林さんのは結構あのリアルのビジネスと実態があるので、うん、そこはすごい多分取引所側もあのイメージしやすいので、うん、結構 IO の確率はまあ確約はできないんですけど、うん、高めなのかなとは思います。三崎さんだっていろんな、え、あの通販でどんなものを売られてるんですか。通販はですね、この間あの美容液に針がたくさん入った化粧、うん、美容液を売ったり売ってるんですけど、うん、実は来年にすごい大型商品をポンポン出すんですよ、うん、はい、うん、これは結構ですねかなり自信があって、それ1個いくらぐらいするものなんですか。それは今ね原価から計算してるんですけど2つ出すんですけど、はい、1個は 4,5,000 ものと、もう1個はちょっと高い 1,2,000 ものになっちゃう、うん、ただ誰も真似できないようなオリジナル商品は出すんですけど、2万円の
トークンを買ってくれた方にはそれをプレゼントとか、まあそれはいいですよね。ね、その、うんうん、とかそういうのは全然いいんですよ。あれですよね。で、ちなみに手数料を引かれて2割あの、は取られるんですけど、8割入ってくる。で、僕は1億円集めて8000万円、ね。なるほど。まあそれであの価格設計をすればいいと思うんですよね。うんうん、だからほぼほぼそのいい商品をがついてくるならいいやとか、うん、まあ、まあ例えば1万円のものは1万円で買ってそれでトークもついてきたら全然問題ないし、うんうんうん、別に応援の気持ちもあるんだから2万円払って1万円の商品がついてくる、うん、もう全然いいんじゃないみたいな、うん、っていうこともいいですよね、うん、まさにまだどん底トークとか。ああいいですね。ゆうたの名前が全く出てきてない。絶対美咲ゆうたトークンとかに、じゃあ美咲ゆうたどん底トークンでこれをこの時期に買ってた人っていうのは持ってたっていう人は俺のどん底の時を支えてくれてたっていうことの証明になるみたいな。そうですよ、ね、どん底こんなことにならなかったら多分やってないですからね、うん、正直、うん、たくさん持ってる人のコミュニティとかが作れるので、うん、今後新しい商品とかを出す時にその人たちに先行で案内したりとかすると、多分応援してくれやすい人たちなので、まあ、買ってくれやすいとかもあると思うので。そうなんです、はい、しかもたくさんあのトークンってあの自分たちも持ってるんで、この新しい商品をツイッターで紹介してくれたら1トークンあげるよとか、うん、そういうことができるんです、うん、だからあのみんな買ってくれてる、トークン買ってくれてる人たちがその美咲さんを応援すればするほどその商品が売れれば売れるほどトークン上がる可能性があるじゃないですか、うん、あ、それ面白い。だから応援してくれるんですよ。例えばそのトークンを持ってると、僕がやってる通販会社から出す商品を毎回無料でプレゼントとか、めちゃめちゃ嬉しいと思います。林さんぐらいでいけるかわかんないですけど、一部、まあ、ちょっと買い支えも、まあ、儲かったらね、42億とか利益また出たら別に1億2億買ってもいいですからね。だし、美咲さんはそういうのでよくさ、プレゼント企画が超やってたじゃん。やってましたね。だからめっちゃなんかそういうみんなに還元するイメージはある。確かに。しかも一番辛い時を支えてくれた人っていうのを、めっちゃなんかお金持ちにさせたいって思う気持ちが強い人、まあお金持ちに戻ったらなんだけどね、それはね、戻んないかもしれないからね、みんなね、それはね。そうなんですよ。プレゼントキャンペーンとか面白くて、うん、なんか1万円分のギフを渡すよりも1万トークンとか渡すと、その時よりそのトークンってめちゃくちゃ上がる可能性もあるし、確かに意外とモチベーション高くそっちの方が参加してくれるとかもあったりする。なるほどね。まあ1万円株配ってるようなもんだもんね。面白いよね。なのに僕たちの株は配らなくていいんですよ。なるほどね。謎の現象だよね、これね。謎の現象だよね。なんか良すぎちゃってさ、これ逆に詐欺なんじゃないかなって思うさ。なんか落とし穴あるんじゃないのみたいな。トークンをバーンする機能はない。バーンはないんですけど、まあ自分たちで買ったものをもう一生世に出さないみたいな感じすれば実質バーン。ああ、なるほどね。またある時期を見て追加で、まあ、第2弾調達とかもできるんですよ。でもそうすると世の中のトークンが量が増えちゃうから、うん、その供給が、そう、値下がりしてしまうんだけど、例えば僕は初めのトークンから10倍になってるから、うん、それをちょっと追加調達しても、うん、あの怒られないぐらいなのかなと思ってるんですよね。ああ、なるほど、ね、うん、でしかもその追加でもう1億例えば調達して、その1億円でよりこのプロジェクトが盛り上がったり、ね、より大きな事業ができて加速できたら、うん、別にこのプロジェクト全体でプラスになるはずなんで、うん、別に問題ないんじゃないかなと思ってます。あと商品を送ったりとか、やっぱ僕の場合したいなと思ってるんですけど、そのお客さんの住所とかそういうのはフィナンシャルの方で取得できる。あ、できます。そこはもう通常のクラファンと一緒で、買うときにみんなに入力してもらってって感じ。個人情報は我々別に特段扱わないでもできると。そうですね。はい。それはいいですね。あとはね、僕は非常に水商売にあの相性がいいと思ってまして、ニュージェネレーショングループトークンを作って、そしてそのニュージェネレーショングループがこれからどんどん伸びるというふうになって、うん、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。